あれはツアーに含まれてるのかな、あの渋谷オーイースト。いやでもすごくて、うん、見た。え、私も見た。どういうことやん、おばあちゃまがいるの。え、ステージ上から。うん、え、ほんまに、え、見えんの。はい。どこ。え、2階。ああ、まあだいたいそう、2階かな。2階のどの辺。2階の真ん中から 6番目ぐらい。いや、そんなはっきりそんなはっきり分かる。人の音。え、真ん中からどっち側に。上に。上に。縦に。縦にって。縦に並ぶタイプか。縦に並ぶタイプってどういうことやん。どういう状態やん。こういう状態です。え、肩車みたいな状態になってるってこと。肩車席か。肩車席って何。そのビップ席みたいなやつあんの。そのビップ席の真逆のやつ。圧を受けてみる席。最近そのノリツッコミを練習してて。なんでツッコミが上手くなりたいなと思って、コメント欄とかに、うん、例えば配信してて、うん、高立ち席とかもありますかみたいな、はいはい、書いてくるやつらがいるんですよ。はいはい。で、あ、そうそう、高立ち席っていうのがうちにありまして、おなんか女性専用席みたいなエリアみたいな感じで、高立ち限定エリアっていうのを用意してますって、こうやって逆立ちして、あの人々の足元だけしか見えないよみたいな、そんな席あるかいっていう。頑張ってんだけど、いいや、難しいよ、うん、全く習得できない。ノリツッコミむず、うん、ズイムやね、うん、ズイム、うん、ズイムだおか、ズイム、あ、業界用語。港区だったら使う人いますか。あんまりおらんよな、シースーとかシータクとか普通にいる。あー、ギリいないですよ、私の。あ、ギリギリいない。何がいんねやろ。何がいる。メーランメーラン。あー、ドンウーとか。ドンウうどん。あ、うどんのこと、どんう。どんうならよく言います。どんう、いんねや、うん、インワーとか。インワー、ワイン、うん、インワー引っ掛けとかあるみたいな。ルービーは聞くけどな。あールービー、インワーは初めて聞いた。えぇ、珍しい。ルービーは聞くよ。インワーはなんか気持ち悪くない。インっていうところが気持ち悪い。インワー、インワーかー、うわかー、あ、そう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 、わのかーか、うんうん、老子か、老子、抽象は、あ、抽象か、抽象は、うん、で界隈が違います。あ、そうなんや、あんねん、そんな界隈。バチバチなんですよ。バチバチなんや、そのし抽象と、もういい抽象言ってるよ。もうあなたもう一緒とか言ってくださいよ。出さない。花橋一方にはあって。どうーんも一緒の会話。はい。だからうーんが好きなかな。どうーと一方で、うん、いつもなんか献立を。献立組んでん。組んで。いい。何飲むんですか、いつも。あ、何飲んで、リカポ、リカポ、リカポ。リカポね。リカポ。リカポ。考えてたんだ。え、何飲んでる？ケーサー以外で。ケーサー以外で。うん。ソフドリみたいな。チャオイーオですか。チャオイーオ。多いお茶ね。多いお茶ね。ジーパッケが。うん。ジーパッケがドリーミーの。そう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 。うんうん、で。うん。生きてかと。生きてかが豊富。生きてか、かきて、え、あ、カテキンか、カテキンね、カテキン、生きて、
ペキング好きやな何に合うん、やっぱどうかな。あ、普通に何でもメマとかにも合うし。メマン、メマ、メマ、メマ、マメマ、マメね。逆にリポカは、リカポか、リカポは何に合いますかね。リカポは餃子水餃子水あ、餃子水ね。ポーションポーポーションとかどうですか。え、ポーションポーションショーンだね。じゃあ、もうおかがおかちゃまおかちゃまってことです。じゃあ、もうおかがしたいこと夏、今後、何？いや、片言なってリツ。おお、リツ、リツ、リツパーティー。おお、リツ、よい、く、よく行く？え？よく行くの？いや、普通だから。まあ、いいか。標目か。あ、目標ね。下は、下は私ズテミカ、ズテミカタイプ。ズテミカ、ズテミカ、手づかみ。岩、うん、岩、岩もあるし、ずっと見返した、時16歳、時16歳時は16歳の頃、時は16歳の頃、島へのえ島へのしな島へののみうで、しえ江ノ島の海で、私は私ライバーライバタフ、バタフラ、手しそう、そして手掴み、手づかみ、なさか魚うわえあゆえうーんのあゆだったけど、うん、なんかとんがってる、とんがって外国人と喋ってるとんがってる魚つかも、外国人と喋ってみたいなとかとんがり魚、とんがり魚捕まえて見てって遊んでた。あ、見てって言って遊んでた。